リンリャロッキーです。繋いでハッピーどんな時でもこの仕事をしろ。ただいまあの子の父親は誰なんだ。俺のことお父さんって呼んでもいいからね。すごい。あ、もう困ってる人を助けるのが便利屋の仕事だ。社長、今日迫状じゃないか。マジかよ、勘弁してくれよ。やっぱ返事ないですか。言ったこと伝えたいだけだったって。いや、ひどい男ですね。諦めていた家族、その家族に話しかけたいんです。